さあジャッジの合図で決勝戦開始します。さあ生選手はまずは土地をタップインして終了と。さあ増田さんもターボホグなんで最初のターンは何もおそらく生還しているだけのターンが続くと思います。ここは探検クリーチャーでダノアの F はめくりましたが、ここは墓地に送ります。さあ増田選手は2マナから発見で有効派を探していきます。はい、根の罠を墓地に送って1枚手札に加えました。加えたのは楽園の拡散ですかね、はい、とにかく最高の動きは楽園の拡散、テフェリー、早速フォグ、テフェリーでアンタップしてフォグで守って、で次のターンから運命の絆につなげるみたいな、うん、でフォグデッキの強いところって、まあ、テフェリーとかもう単純に余裕があれば、はい、ずっとフォグをあえて打つこともないですし、テフェリーが生きてるんだったらフォグを打つ必要もない、うん、のでこういった状態だと生選手としてはかなり苦しいですね、はい、あ、楽園の贈り物です、ね、あ、すみません、角戦って言ってこれライフ3点ゲインするっていうの結構大きいですね。いいカード、いい効果ですよね、うん、お、これカーン早速第1波が、はい、カーンから、はい、運命の絆とコロの作成早速見えましたね、追加ターンが。ここはコロの作成を手札に加えて運命の絆を追放と。ターボフォグが本当に一番簡単に負けるパターンで、アドバンテージを得るカードにたどり着かない状態なんですけども、カーンが出てきたんでそれはないと。さあこのカーンもナンバー選手今ちょっと土地が伸びてない状態ですので、なかなか倒せない。カーンはしかも勝ち手段としても優秀なんですよね、まあ、すごいどうでもいい話なんですけど、マジックオンラインだとテフェリーだけだと勝つまでめちゃくちゃ時間がかかるんで、はい、でカーンだとトークントークンで一瞬で勝てるんで、そういった意味では追加の勝ち手段とアドバンテージ確保する手段としても素晴らしい、うん、まあ、もう結構時間制なんで、やってるうちに時間来ちゃって負けるみたいなこともありますからね。で僕も実際増田選手と当たった時、サイドが相手の勝ち手段全部潰しきって勝ったんですけど、あの相手無限ターンっぽくなったんですけど、もう勝ち手段がないから勝てないということだったんですけど、まあ、カーンはそういうとこもしっかりカバーしてくれるんで、うん、まあ、トークン出してアタックが続けられると。ここでマイナス1能力で運命の傷は手札に加えました。そしてアズカントの探索もうやりたい放題ですね、はい、手札もなかなか、まあ、除去もあるしドローソースもあるしということで盤石。もうここから負けるのはなかなか想像ができないぐらい強いですね、手札が、はい、薬師の岩式で2ドローです。さあ強谷は7万円到着ということで、さあアズカンタの策で、まあ、楽園の食い物は墓地に送って、ちなみに運命の絆をそんなに焦って打つ必要がないんで、はい、フォグで待てるんだったらフォグから入ってもいいですし、はい、今ちょうどテフェリー引いたんで、テフェリーフォグで次のターンに運命の絆連打、はい、まずはカーン土地2枚ですね。もう手札めちゃくちゃありますね、増田選手、まあ、もうこうなると本当にもうアズカンタもそのうち変身してしまいますし、はい、8枚ありますねさあここはいやもうメインに関してはここから巻き返す術はほぼないです。さあここの作戦でさらに掘り進めていきます。アズカンタがなかったら奇跡的にテフェリーとカン両方打ち落とせばまだ可能性が、まあでもここまで来る出来上がってしまうとちょっとやっぱもう苦しいですね、はい、もう何も増田選手は失うものがない、失っても何もゲームに影響しないと。残骸の漂着をディスカードしてターン終了です。難波選手ももう次からは入ってしまうだろうということを覚悟していると思います。無限ターンにならなかったところで勝てないんですよね。その難波選手としては、うん、まあ、またこの劣勢の状態から次のターンが来るんで、うん、それにエンドするってことはフォグがあるぐらい余裕か、うん、まあ、少なくとも追加のテフェリーぐらいはあるんで、うん、なのでそのターンが返ってこないことってのは大して重要じゃなくて、まあ、もうこれぐらい絶望的な場面になってしまってるというのが、はい、もう難波選手投了ですね。ここで、はい、メインゲームは、はい、ターボフォグが圧倒的有利ということで圧巻でしたね、はい、ラブニカのギルド環境明治戦決勝。まずメインゲームはターボフォグを使用している増田選手が1本取りました。さあここは勝負のサイドボードになります。はい、増田選手は、脅迫や
まあ、安田氏の戦利品などが入ってくると先ほどおっしゃってましたけども、最古最短あとブロントドンですね、はい、うん、この辺りが入って、助教を抜いて、だから増田選手、はい、僕も対戦した時出されたんですけど、はい、緑探しのドライアドという2マナ1、3のクリーチャーが入ってて、これはどういうカードなんでしょうか。これは2マナ1、3でタップすると、はい、ライブラリのトップが土地だった場合はそれを手札に、土地じゃなかった場合はそのままライブラリのトップにっていうカードなんですけど、はい、これを出しておくと疫病作りとか最古最短をテフェリーを守れるようになるという効果もあるので、うん、はい、アドバンテージを稼ぎながら相手のサイドボードカードを避ける助けにもなってくれると、はい、る、探しのドライアド、あとはそうです、ね、何が入るでしょうかね、うん、どうですか、うん、そんなに大きくは変えない気はしますけどね、うん、まあ、否認とかを入れたりはしそうですけど、はい、まあ、フォグとかを減らしてですかね、はい、さあサイドボード、ここから難波選手巻き返していきたいところです。まあメインボードは本当にもともと7枚でキープするのは難しいぐらいの対戦ですし、うん、増田選手は楽園の送り物を少し減らしてますね。結構ターボホグも使ってみないと相手が何してくるか全然わかんないとか、まあ、そうです、ターボホグが何をされてきついかっていうのはやっぱ使ってる方がよくわかるかなと思いますね、うん、ただ本当にアドバンテージを確保するカードが何よりも大事です、うん、それをいかにしっかり弾けるか、アズカンタ、カーン、テフェリーっていう3種の柱をいかに落とせるかがゲームの鍵ですね。それがもう落ちてしまうと無限ターン入ったところで何もしないんで、うん、あとアズカンタか、その3枚、さあ、まあ、サイドボード後も圧倒的なアドバンテージから無限ターンに入りたいところです。対する難波選手はそれを阻止するというところがゲーム展開になってくるでしょうか。ただいまラブニカのギルド環境名人戦決勝戦の模様をお送りしております。決勝戦は、ゴルガリミッドレンジを主張している難波直也選手対する、ターボホグを主張している増田選手、増田正人選手の対戦をお送りしております。まずはメインゲームはですね、ターボホグを主張している増田選手が1本取った状態になります。さあここはサイドボード、ここからが本番と、まあ、あとやっぱりこういうローグデッキの強みとして対戦したことがない人っていうのは非常に多いのかなと、はい、僕も前の環境のターボフグはかなりやり込んだんですけど、はい、この環境をほとんどやってなかったんで、まあ、実際当たってみてその細部が分かんないんですね。やっぱデッキの柱となるカードはさすがに知ってるんですけど、デッキの細部まではそのデッキを使ってないとやっぱり把握してないことが多いので、まあ、で予想してかなかったカードが飛び出してくると、そうですね、いうことも考えられますよね。特に増田選手と当たって一番びっくりしたのが不快な霊気という3マナのインスタントなんですけど、はいはい、ちょっと画像は出ないかもしれないですけど、攻撃クリーチャーすべてをマイナス2マイナス0するっていう、でキャントリップがついてるんですけどね、はい、まあ、ほぼフォグ、ほぼフォグかつ相手があの残骸の漂着をケアして少数で殴った時にカードを引きながらほとんどダメージを軽減してしまうんで、こういうのを知らないと本当に殴り方がさえも正しくできないと。フォグに対して全般って基本的にしないんですよね。残骸の漂着ちょっと入ってるんで、はい、で全般をちょっとしないっていうことはこういうカードが突き刺さりやすくてフォグを温存できる、でなおかつフォグの弱点であるただの時間稼ぎじゃなくてカードも引けるんで、うん、アドバンテージを失うことなく時間が稼げるという、まあ、そのタブフォグっていうデッキ、フォグだけじゃなくてその残骸の漂着ってカードがこのさらにこのデッキを強くしているというかいう感じありますね。今までだったらそのフルパンしてもよかったと思うんですけど、フルパンしたら全部いかれるっていう、その追放されてしまうっていうことも考えなきゃいけないので、さあ決勝戦はゴルガリミッドレンジ対ターボホグ、フォグは除去の輝、浄化の輝きと緑探しのドライアドは入っていると思います、うん、はい、まあ、全体除去とライフゲイン、そうですね、はい、んライフゲイン、あの2万1さん、あの全体除去と2万1さんの、あのライランドを探すやつですね。はい、失礼しました。お互い7枚キープで第2ゲームスタートです。さあ難波選手2ターン目は星気味歩き、これはいいスタートですね。さあ対する増田選手はコールの作成でデッキを掘り進めていきます。運命の絆を捨てるのはあんまりいいスタートではないっていう。あ、そうです、うん、運命の絆が大量にあるか、うん、まあ、できればやっぱアズカンタ用にできるだけ墓地を増やしたいんで、なるほど、まあ、捨ててしまうとデッキに戻ってしまうので増えないということで、はい、
そうですね、浅田選手そんなに土地がいっぱいあるわけではなさそうですね、手札に。さあ難波選手はちゃんとクロックを増やしていけるか、はい、ここで探検クリーチャーを出してのしげみ歩きを育てたいところだと思います。さまで、はい、翡翠湖のレンジャー、これでこれは7連の歩は墓地に落としてついた単調の塔。さあこれのしげみ歩き3号に成長します。これいいですね、もうこのまま圧倒的なクロックで殴っていって要所だけさばいて勝てれば難波選手にとっては理想的な展開ですね。まあ、ここまでは順調の滑り出しの難波選手です。さあ浅田選手3万伸びて、ここはターン終了ですね。まあ、先ほど言ってた不快な霊気が手札にあるでしょうかね。いや本当に渋くていいカードなんですよね。さあ難波選手トロフィーは多くて2ですけど、まあ、基本的に1、僕は0でしたね、うん、ファイナルズ出た時は。やっぱ戦利品って土地が伸びてしまうのは結構、うん、スタンダードが一番きついですね、そのデメリットが、うん、重いカードが強いんで、うん、どのフォーマットよりもスタンダードがそのデメリットが一番響きやすい環境だと思います。なるほどなるほど。さあ難波選手2体の探検クリーチャーを進めて、さらにデッキトップには最高最短、これはテフェリーを除去できる。そうですね、いいカードです、はい、まあ、サイドボードが本当にテフェリーを狙い撃ちできるカードが圧倒的に増えるんで、はい、脅迫もありますし。さあ4ターン目にのしげみ歩き、もうすごいカウンター4つ乗ってアタックです。これで8点、次のターンには余裕で死ぬだけのダメージがある、うん、もうすでに知識圏内ということで、増田選手もここかなりさばききるのは難しいんじゃないでしょうか。もうここから最後最短も押しのけて勝たなきゃいけないですからね。お難波選手しかも今チラリと脅迫も見えた気がしますね、はい、この2本目に関してはもう圧倒的ですかね、まあ、勝ちにいけそうと。さあ増田選手4ターン目何か動いてくるでしょうか。ここは何も食わず短周ですね、はい、まあ、盤面に白のマナもないんで、はい、難波選手としてはもうほとんどプレッシャーを感じることなくプレーできそうですね。まあここは全軍アタック、そうですね、で戦闘後に脅迫を打ってもいいですし、他のアクションが取れるんだったら他のアクションでもいいですし、まあ、そろそろ脅迫打っておきたいですけどね。テベリーの前のターン、はい、はい、ここさまで不快な霊気、はい、先ほどご説明いたしました不快な霊気で、ここは何点なのかな、6点ですかね、3111で、うん、それでも6点、そしてワンドローですね。さあ増田選手の残りタイムリミット迫ってきました。さあここで脅迫、ここで手札にあるのは運命の絆2枚とテフェリー、そして否認というハンドです。パッと見テフェリー抜いて相手がもうフォグをトップデッキしても対して効果がないような状態にしてしまえば、うん、運命の絆も何もない状態で打っても意味がないんで、はい、まあ、相手をガツ決させてそのままいずれ相手が力尽きて勝ちそうですけどね。まあ、ここでクリーチャーを除去するセジャブも手札にはないので、現時点で白マナもないんで、はい、残骸の漂着をトップデッキされても気にせず殴れるんで、手札に白マナないっていうのは結構大きな情報の一つですかね。いや、ここまで難波選手理想的な展開でゲームが進んでいます。そしてテフェリーを墓地に送ると、浅田選手ここを控えせる何かあるでしょうか。ここは島を終えて短周です。難波選手はやはり全軍アタックで浅田選手は投了ということで、はい、ラブニカのギルド環境名人戦決勝戦、うん、第2ゲームは難波選手が取り返して 1-1 という状態で、さあ運命の第3ゲームにもつれ込むこととなりました。もう今のは理想通りでしたね、はい、本当にもうテフェリー仮にもう1枚やったとしてもしっかり最高最短で対処できましたし、うん、ああいう感じでテフェリーを余裕を持って対処できるとなおかつクロックが場にあるとゴルガリのペースですね。あの茂み歩き探検クリーチャーで、うん、軽いクリーチャーでどんどん攻めていくという形が良かったと。4ターン目にもうあの脅迫を持っていたということで、もうかなり完璧に近いムーブだったんじゃないでしょうか。そうですね、はい、さあ3本目どういう展開が待ち受けているでしょうか。
まあ、逆にターボフォグ側はああやってもうそのアドバンテージを稼ぐカードが何も残らないような状態になると手札にちょっと無意味なカードが多すぎるんで、フォグもそうですし運命の絆もそうですし、本当に単体では何もしないカードといっても過言ではないんで、時間稼ぎになってるように見えてなってるかと言われると怪しいぐらいのカードなので、やっぱりアドバンテージを得るカードがあってなんぼなので、フォグをトップしたとしてもどっかで切れるんですよ。フォグ運命の絆ってやったとしても最終的に運命の絆とかフォグが全部なくなった状態でエンドになるんで、すごくトップ5連続ぐらい必要だった、4連続ぐらいかな、フォグ運命の絆テフェリーフォグってぐらいしかないとダメだったかなと思いますね。その最終的にアドバンテージ得るカードプラスフォグっていう状態になればよかったんですけど、フォグだけ引いてもそれ手札をただ出してるだけなんで、そうなんですよ、本当にただの時間稼ぎなんで、運命の絆も本当にそれとあんまり変わらないんで、一瞬の平和は多分二度と帰ってこないあのカード強すぎる、いやー2回ホグ打てちゃうっていう、そうですね、あれはもう本当に環境次第ではマジでタイムウォークぐらい強いですからね、うん、パウパーだと今だと使われてるんですけどトロンが打ってくる一瞬の平和とか結構めちゃくちゃですからね、なんか神秘の城で一瞬の平和を持ってきてとかうぜーっと4ターンぐらい稼がれるって、その間にトロンが揃っちゃっておしまい、あのカード昔からカンニング石とかで持ってこられたらあーあってなるカードでしょ強すぎる、あれですね、前に動画でキースタンダーでやった時に使いましたよね、まあピットサイクルにボコボコにされましたけどちょっと環境が違いすぎたフォグっていうか、気になる方はぜひハレリアコンバット見てくださいね。さあ決勝戦第3ゲームサイドボードが終了して、さあお互いシャッフルの状態です。ちなみにこのマッチアップのサイド後に関しては僕は後手でもいいかなと思ってますね。その本当にテフェリーをしっかり対処できるかが一番重要なんで、はい、あんまりその早く攻撃し始めるっていうのがそこまででもないかなっていう気がします。ナム選手が後手引いてもいい、そう別に後手でもいいかなと僕は、うん、自分がゴル狩りだったら思いますね、はい、さあお互いどのような手札になっているでしょうか。これは増田選手キープですかね。ナンバ選手はもうプレインズオーカーはもうかなり対処できて3枚ぐらい多分対処法があったと思うんですけど、うん、その代わりにプレッシャーが全くない、ん、あ8枚引いちゃった、あなるほどなるほど、8枚引いちゃったのでジャッジによるペナルティこれ、ですね、8枚引いてしまうと、はい、対戦相手がこの手札を見てその中好きな1枚抜けるんですね。もうだキープは確定なんですか。いやキープは確定じゃないです。それ、まあ、8枚見てその中好きなものを抜いた状態で7枚で戻るんですけど、はい、それからマリガンを選択するかキープを選択するか、へまあ、これジャッジの大塚君のレベル2、はい、レベル2ジャッジなんですけど、はい、ということで、まあ、こう手札見られて一枚抜かれて、ね、一番強いカード抜かれて手札見られてるっていうのが相当きついですよね、はい、この最低出してマリガンしなかった人は、まあ、見たことないぐらいですね。まあ、ちょっと、まあ、8枚引いちゃってるっていうのが、まあ、この有名なところもあると思うんでしょうがないんですけれども、はい、ここはデュレスを戻してもう一回シャッフル、はい、でここからマリガンするかどうか決めると。このハンドは後手はかなり嫌ですね脅迫があると全然違ったんですけどでもなんかどうですかね、キープしちゃいそうですか、 見られたとしても、いやーちょっと悩ましいですね、はい、増田選手が否認を入れていたっていうのもちょっと一つポイントで、相手がそのテフェリー否認ってやりやすい手札じゃないですかこれ、はい、全くクロックがかけられないんで、うん、しかもメモ取ってますね。まあ確かにマリガン判断に移る前に一応メモさせておいてくださいと、はい、これ6枚とかでも一緒ですか。6枚の時に7枚引いちゃって、はい、その場合でも一緒です。ああなるほどなるほど、まあ、適材の枚数に戻してから、あこれキープしましたね、はい、さあ3ラウンド目始まりました。最初からちょっと手札が分かっている状態ではあるんですけれども、なかなかないですよね、はいはい、僕も本当に最低出した後にキープした人あんま見たことないので、はい、さあまず増田選手は進化する見返しから島を持ってきました。確かにちょっと痛恨のミスではあるんですけれども、まあ、この辺りはさすがにもう本当に何十時間2人ともマジック連続でやってるか、はい、増田選手2枚目、はい、先ほどサイドボードから
入れたと思われる緑探しのトライアドですね。これ本当にね強いんですよ。サイコ最短がやっぱ効かなくなったりとか、うん、まあ今ブラスカで殺せるとかなりいい展開にはなりそうですけど、だからこうアップキープに使って土地だったので2人に加えたと。さあターン、タップインしてターン終了。まあ、しかも結構最初の序盤のクロックもさ、あの止められてしまうという。そうですね、一応ブロッカーとして21のクリーチャーとか止めてくれたりもするんで、うん、はい、難波選手ここで追加の探検クリーチャー引きました。そして暗殺者の戦利品ということで、うん、プレーンズ岡対策自体は手札にいっぱいありますけどね、うん、うん、のっけましたね。まあ、相手の否認は乗り越えられそうですが、クロックが足りるかどうかですかね。今最古最短2枚だけだと、そのさっき言ったテフェリー、うん、否認のムーブが避けられないんで、それもあって多分上に乗っけたんじゃないかなと。あ、なるほど。マーホークの枝渡り多分手札にもう1枚あるんで、次のターン2マナを構えながらクロックも増やせるんで、うん、はい。さあ正選手はここで、まあ、土地を伸ばしてテフェリーまでつなげたいところですね。さあここでジンの2をタップイン処理をしてターン終了です。まあ正選手はまだまだ余裕がある状態ですかね。いや、ただ難波選手の手札もプレーンズオーカーはしっかり対処できるんで、ここから意外と早いですけどね。やっぱりフォグがどうしても有効に活かせるとこで打たないと意味がないんで、その場を作れるかどうか、アドバンテージを得られる状態で打てるかどうかですね。さあ難波選手は2マナでマオフの枝当たり、そしてのしげみ歩きを公開しました。これは墓地に送って、さあこれのしげみ歩きがパー3になったのでみたいなアタックですね。ああ、なるほど。難波選手土地が多分ないんで、それもあって確実にテフェリーを対処できるカードを手札に加えておきたかったので、うん、アップキープの方が無駄ドローが減りやすいですね。アップキープに土地をどけておくとスペルになる確率が高いんで、まだブロッカーとして機能しないんだったらアップキープに起動した方がいいです。さあ増田選手ここで5マナー目に突入するので、まあでも反射者の製品見えてるのでどうですか。でですかね、出しますかね。いや、今浄化の輝きもちらっと見えた気がするんで、それだったら浄化の輝きを1回打って、さらに否認も持ってるっぽかったんで、テフェリー否認ってやると盤石に近づきそうですけどね。増田選手まずは緑探し起動、まあ、これ起動したってことは浄化の輝きを打つ意思表示かなと思いましたが、はい、まあ、プキプキ起動ですね。はい、増田選手の盤面にはのしげみ歩きとマーフの枝出たりが2体ということで、マクロックは十分あるかなと。そうですね、9点分あるんで、あれの緑探しは土地以外の時は公開、土地だけですね、多分土地だけの時に公開して、はい、別に土地でも確か公開しなくてよかった気がする、うん、手札に加える時だけ公開みたいな。さあ増田選手は島尾セット化のテフェリーですね。さあここでちょっと他の手札が見えませんでしたけどね、うん、他のアドバンテージ獲得手段があるかどうか。まあ、根の罠はあったよね。いっぱいあります、いっぱいあります、はい、ただあの暗殺者の戦利品が見えてるんで、はい、だテフェリーを、まあ、要するに暗殺者の戦利品されても困らないという判断、うん、はい。浅田選手の盤面はドミナリオの英雄テフェリーと、まあ緑探しのドライアド、難波選手の盤面にはのしぎみ歩きとマーホークの枝渡りが2体。さあこちら3体でテフェリー、2体でテフェリーでマーホークの枝渡りで、本体託しましたが、ここは根の罠、はい。そして難波選手さらにクロックを追加します。これ土地でした。これは今沼ありましたかね。ありますね、はい。まあ、テフェリーはさすがにちょっと放っておけないんで、はい、ここで2マナで相手がフルタップの状態でテフェリーを除去と。アップキープだとトップが土地だった時にそれが手札に加わるじゃないですか。でスペルだったらスペルが手札に、そのままトップに残るんで、土地が引きたくない状態だって、なおかつドライアドがブロッカーにならない状態は基本的にアップキープに起動した方がいいとされています、うん、スペルはそれはその分引きやすくなるので、うん、さあ次のターンには7マナーになりますが、まあ、いい状態で効果的な盤面で運命の絆が打てるかというところがこのターボフォグのキーということで、ちょっと増田選手が今のターンにテフェリーを、まあ、もうほぼ死ぬのが確定の状態で出したんで、うん、それが
余裕の表れなのかどうなのかっていうところですね。さあタップしてちょっとけど他に手札アドバンテージを得るカードがなさそうには見えるんですけどね。アップキープ起動するかどうか悩んでる感じですかね。もうちょっと待ってから出すと否認ちょっと構えて出そうだったんですけど、まあ、起動せずドロー。ここで引いたのは運命の絆。うん、緑探しも、まあ、あんまり頼りはないですがアドバンテージ獲得手段と言っていいですかね。いやこいつじゃダメですねやっぱりここでまず運命の絆一回キャストしました。さあ追加ターンにはなりますが、まあ、ここはあまり効果的ではない運命の絆ですかね。そうですか。あんまり喜んで打ってるような感じではないとは思いますが、うん、まあでも緑探しも使えますし、うん、手札自体は強いんで、今もう時間稼ぎは十分できるハンドで、何かを探してるみたいな、まあ、だからアドバンテージ獲得手段ですね、はい、それさえあればもうほぼ勝ちだと思います。ここでテフェリーとかにたどり着いたらほぼ勝ちですね。難波選手は一旦に1アクションしかほぼ取れないん で、はい、で対する増田選手はフォグプラス否認みたいな動きがそろそろできるようになるんで、さあ引いたのはアズカンタの探索。増田選手ちゃんと否認も持ってます。なので次の最高最短はもう通らないですね。通らない状態でしか出さないとも思いますし、カズカンタを出してフォグ構えてエンドみたいな感じになるでしょうか。まだフォグ打たなくていいですね。なので今のところかなり増田選手が有利ですね。うん、手札を7枚ということで脅迫も打ち消せますし、うん、最高最短も消せるし、否認も多分2枚あるんですよね。これ今緑探しのブロックに回そうとしているのでホグ打たないですかね。まだ死なないですね、はい、仮に全部通したとしても、うん、基本的にタバホグのホグって死ななきゃ打たなきゃいい、いやそうでもないんですよね、はい、否認とか入ってるデッキとかに対しては、はい、ある程度事前に打っとかないと最後のフォグだけ消されて負けたりとか、うん、あとテフェリーにマナを使いたいときとかにテフェリーが消されてマナが起きなくてとか、うん、だから青が入ってないデッキに対しては脅迫に施策で打てばいいんであんまり関係ないですかね、うん、基本的には最後まで粘っていいと思いますけど、はい、さあ増田選手ここで緑探しを使うかどうか悩んでいる感じですかね。手札に土地はありそうなんで、まあ、メインで使うことはないと思いますからね。うん、増田選手もかなり悩んでいるところですので、まあ、難しいここですかね。ここでアズカンタの探索をキャスト。ちょっとまだ変身は遠いですから、ね、ちょっと墓地の枚数が見えないんですが、はい、あんまりカードが落ちてないように。そうですね、3枚か4枚か、はい、さあアズカンタの探索、そしてジーノにはタップイン。さあ徐々に制限時間が南波さんにも設定してき、うん、されてきましたね。この決勝戦自体の制限時間無制限なのでないんですが、ここで航路の作成を、ここでテフェリーと運命の絆引き込みました。このターン帰ってくるともう結構増田さんのペースになくのかという感じですが、もう今手札結構出来上がってる、うん、感じですね。次のターン手フェリーを出してフォグと否認も構えて、さあこれも絆を落ち落としてまずアドバンテージ獲得したいなという感じですね。まあでももうわずかんた変身もそのうちですし、うん、手フェリーも今手に入れたんで、はい、もう本当に難波さんに残されたターンもう2ターンもないんじゃないかと、はい、2ターンぐらいですかね。3ターン目はもう難波さんに訪れない気がしますね。さあ、あと 1,2 ターンが勝負というところで難波選手どう動いてくるでしょうか。増田選手相当余裕あるんですよね。難波選手が、さらに探検を重ねてのし気味アルゴを大きくしたとしたら、うん、まあ、最悪ドライアドをブロッカーとして差し出したらこのターンフォグも打たなくていいんで、うん、で次のターン5マナ、ランドを引かなくてもフォグプラス否認という動きが確定してるんで、ちょっともう最高最短でテフェリー落とすってのも難しい、うん、
かにゴルガリがやってくることに出してどんな角度からでも受け止められるようなハンドになっていると。でフォグで時間を稼いでる間にアズカンタも変身するんで、うん、そうなるとフォグが運命の絆を探すっていうのはもうすごく簡単なので、さあ生選手ここは3体やだ、まあこれだとテイクしてよ、そうですね、うん、はい、死なないことを確認して、はい、そして4マナでここはゴルガリの女王ブラスカですが、ここは持っていた否認でカウンター、アズカンターを守ります。そしてエンドに緑探し起動。さあ次のターン、あ、増田選手動くでしょうか。あ、そうか、すいません、ターボフォグ、そう、フォグフォグが通じない。フォグノームっていうガードがあって、1マナの、インスタントでこのターンの戦闘ダメージを全て軽減するっていうカードがあったんですけど、はい、それに準ずるカードはだいたいフォグっていうあだ名で継承で呼ばれてきて、まあ念の罠とかですね、うん、まあ通称フォグっていう感じで言ってしまうんですけど、はい、さあここでアズカントで念の罠を落として土地を引き込んで、かなり増田さんここはテフェリを出しつつの盤石な体勢になりそうですね。難波選手が次のターン2アクション取れるか、脅迫サイコ最短ぐらいできると、うんうん、まあ、でもそれでもやっぱドライアドがいるんでサイコ最短が届かないという、いや、かなり厳しい盤面ですね。増田さんもかなりうまく立ち回っていると。やっぱドライアドがすごい効くんですよね、サイドボードカードに、うん、エディクト系1体クリーチャーかプレインゾーカーを意見捧げるというカードがサイド5からよく投入されてくるんですけど、それを防ぎながら泥の質が高まるんで、はい、はい、ありがとうございます。ダメージ軽減はホグ、除去はテラー、全体除去はラスゴヘイストは達吉で覚えていただければ。達吉言うかな、達吉もあんま聞かないですけどね、あんま聞かないちょっとすいません、念の罠ですね、念の罠、内政のための昇級士の2枚ですね。戦闘ダメージ軽減のカード。さあ難波選手ここは2体でアタックしますが、内政のための昇級士、戦闘ダメージは通りません。ここは一応残骸の漂着を軽視したアタックなんですが、うん、はい、これで難波選手サイコ3体打ちますが否認でケアされてしまいます。これでもうアズカンタも余裕で7枚超えてるんで変身条件を達成。はい、さあアズカンタ確認して墓地に落とし、そして変身します。そして引いたの運命の絆、もう基本的に運命の絆テフェリーアズカンテっていう状態になったらほぼ切れないですね。もうそれまでライバリーもまあまあ削れてますし、はい、ここはまあ、さあまずは運命の絆からスタートです。基本的に運命の絆ってのはアップキープとか、全てのドローを始める前に打つのがいいとされています、うん、その方がライバリーに戻って引ける確率が上がるんで、はい、テフェリーのドローの前に使った方がいい。ライブラリに4枚ある状態で、そうですね、探しに行けると。通常のドローももちろんそうですし、はい、そしてプラスをしてドロー、さらにセットランドしてこう預かんた軌道ですかね。しかももう1枚今運命の絆、ね、そうですね、ここから切れることはよほど運が悪くない限りはないですね、はい、そしてさらなる運命の絆、もうなんかやったやと2枚を見えちゃいましたが、さあそしてアンタップ、土地がアンタップしてさらなる追加ターン、アップキープですね今回は、はい、アップキープに追加ターン打ってさらにデッキ掘り進めていきます。まあでも今回はテフェリーがいるんで、テフェリーが奥義して、その後しばらく無限ターンをして、うん、相手のパーマネントが全部吹き飛んだらエンドですって言えば、はい、もう逆転は不可能ですね。まあドライアドで殴ってもいいですからね、30ターンぐらい。そうですね、ドライアドで無限にアタックもできる、はい、これそう追加ターンがライブラリに戻ることによってライブラリがこっちは切れない、そうですね、テフェリーが仮になかったとしてもライブラリは絶対に切れないんで、
追加弾の状態でさらにアズカント起動、さらに運命の傷を引き込みます。そしてアップキープ、また打つでしょう。運命の絆です。さらに追加ターン、もうこれだけ余裕があるともうテフェリーも、はい、あ、奥義したらもうテフェリーが残った後奥義でもいいです、ね、はい、もうすぐに奥義する必要すらなさそうな、はい、そしてオラズクの凶門手段に加えてサインドロー、もうなんか何しても手札に運命の絆が来るみたいな状態ですね。まあ、もうこれ確率上切れないですね。多分もう毎ターンアズカンタ2回も起動できますし、はい、そしてデフェイでドロー、そしてアンタップしてさらに追加ターン、はい、追加の2ターンが約束されました。これでテフェリーがもう奥義した状態、残る状態で奥義に入れると。そうですね、はい、いやこれ増田さん気持ちいいでしょうね。気持ちいいです。ここまで来たらもうターボホグは、はい、少なくとも相手のパーマネントはもう絶対ゼロにできますしね。はい、これでさあ難波選手投了ということで、はい、ラブニカのギルド環境名人戦優勝はターボホグを使用しました増田雅人選手です。おめでとうございます。マジック。